それではね、こちらの生地、ウールコンのですね、ループツイードになります。はい、でこの生地の特徴なんですけども、まずね、表面から見ていきましょう。このループツイードって言ってね、こうループ状にね、こう織られてるんですけども、これがねすごくね、人気のデザインになってるんですよね。すごくこう素材感とね、あと季節をね、こう季節感を感じれるようなね、そんなね、特殊なね、織りになってます。はい、で、色目もね、結構秋から冬にかけてね、すごくこう使いやすい色3色、揃ってますので、その辺もね、ぜひね参考にしてみてください。でウールがね、少しなんですけども、12% なんですけど入ってることによって、やっぱりウールの素材感もね、楽しめるんじゃないかなと思います。基本の、素材がポリエステルとアクリルになっているので、逆にねウールがたくさん入っている、ちょっと扱いねがね、ちょっと面倒だなとかと思う方なんかは、逆にウールのね素材感も楽しめて、結構ね、家で洗っていただいてもね、全然大丈夫な素材なので、その辺もね、ぜひこう参考にしてみてください。結構ね扱いやすいっていうのもいいんじゃないかなと思います。でこれね、全体が少しこう伸縮性があるんですけども、縫製もねすごくねしやすいんですよね。はい、で風合いもねすごく柔らかいのでね、その辺着やすさとね、縫製のしやすさの、ね、バランスもねすごくいい感じのね、生地なんじゃないかなと思います。はい、次生地のね質感なんですけども、まず厚みなんですけども、程よい厚みがあるっていう感じですかね。イメージで言うとプルオーバーとかね、あとまあ洋服全般いけるんじゃないかなと思います。結構ねボトムスなんかに使ったりとかもできますし、本当に厚みがねすごく厚ぼったいわけじゃないので、お洋服全般にねこう使っていただければなと思います。はい、で風合いもね、非常にこう柔らかい感じですね。全体的なこう柔らかさがある生地なので、その辺もね参考にしてみてください。はい、次ドレープですね。ドレープもこんな感じになります。すごくねこう柔らかいドレープ、ギャザーなんか入れてもね、全然いけるんじゃないかなと思います。はい、で最後にね生地幅なんですけども、140センチありますので、余着余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。まあ、イメージで言うと、例えばアウターだったら、軽く羽織るような感じの厚みですかね。で、お洋服全般だったら割とね、しっかりとしたねこう厚みを感じられるような、洋服、特に洋服だったらまあ冬ですかね、洋服というかトップスからこうワンピースボトムスなんかだったらこう冬にいいんじゃないかなっていうイメージですね。ぜひ参考にしてみてください。はい、以上になります。作品のご紹介をいたします。ドルマンスリーブの、ね、プルオーバーを作ってみました。とても、ね、暖かくて素敵に仕上がっております。こちらドルマンスリーブなので、お袖が、ね、身頃とつながっているので、袖下から縫うだけで簡単に、ね、難しい袖付けもなくて簡単に作ることができるデザインになっております。で袖下もここも、ね、割とゆったりしたゆとりがありますので、着やすい、ね、タイプになっております。そして襟もですね、こちらボトルネックになっております。だけど立ち上がりもね割とこう低いタイプで、横もね開けが広いのでとても着やすいタイプになっております。寒くなったらこの下にハイネックとかね重ね着しても合うんじゃないかなと思います。で丈もねショート丈なので、こうしてボリュームのあるボトムスともね合わせやすくなっております。セーター風にね着れるような雰囲気のある作りになっております。ね、とてもね暖かくてボアなんですよね。ふわふわとした素材になっておりますので、軽くて暖かくてね着やすいタイプになっております。ぜひね冬のアイテムで楽しんでいただけたらと思います。